それでは定刻になりましたので、野口聡一宇宙飛行士の記者会見を始めます。本日の司会を務めます、私 JAXA 広報部長の佐々木香織と申します。どうぞよろしくお願いいたします。本日は皆様お忙しい中お集まりいただきましてどうもありがとうございます。早速本日の登壇者に入室いただきます。僕が先で、手前に座っちゃっていいの？ああ、なるほど。JAXA 宇宙飛行士の野口聡一、続きまして、JAXA 理事、有人宇宙技術部門長の佐々木浩司です。どうぞ、ご着席いただければ。はじめに佐々木理事、続きまして野口飛行士から ご報告をさせていただき、続きまして会場の皆様からご質問をお受けしたいと思います。それでは佐々木理事、よろしくお願いいたします。はい、皆様、本日はお忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。JAXA 理事、有人宇宙技術部門長の佐々木でございます。ご案内のとおり、この度野口宇宙飛行士は6月1日付で JAXA を退職することになりました。その前に私が一言挨拶を述べさせていただきます。野口宇宙飛行士は1996年宇宙飛行士候補生として選定されまして、その年に JAXA の前身であります宇宙開発事業団に入社しました。その後3回の宇宙飛行ありまして、JAXA の有人宇宙活動の、キーパーソンとして活躍してもらいました。一昨年、クルードラゴンという米国の有人宇宙船の、国際パートナーとして最初に搭乗するといったことが記憶に新しいんですけれども、2005年の1回目もコロンビア事故の後、最初のスペースシャトルフライトで登場する。そして、2009年2回目、日本人で初めて、ソユーズ宇宙船の、船長補佐として、登場する。そういった非常に難しいフライトに挑戦して、そしてミッションを成功に導いてきました。このように、パイオニアとして、挑戦をし続けて、JAXA の有人宇宙活動を牽引した功労者として、とても素晴らしいものだったというふうに私も思っております。そして、新しい挑戦に対しては、我々も応援していきたいというふうに思ってますし、JAXA に限らず、日本、そして世界の宇宙開発に大いに貢献してもらいたいというふうに思っている次第です。最後になりますが、これまでのミッションに関して、ご協力、それからご支援を賜りました、国内外の関係者の皆様、そして、国民の皆様に対して改めて、御礼を申し上げたいと思います。ありがとうございました。本日は、野口宇宙飛行士本人から、皆様にご挨拶を、させていただく場を設けさせていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。私からは以上です。はい、わかりました。理事どうもありがとうございます。皆さんお集まりいただきまして誠にありがとうございます。1996年の6月に、宇宙飛行士として選抜されて以来26年間、皆さんにいろいろな形で応援いただきまして本当にありがとうございます。本日会場に来ていただいた記者の皆さんの中にはまさに26年前選抜されたばかりの私を見ていただいた方もいらっしゃってますが、そういう意味ではあっという間の26年だったかなと思います。
皆様からの応援もありまして無事に3回の宇宙飛行を無事に達成して生還してくることができました。で、3回目のミッションを終えた頃からですね、そろそろ後進の人たち、つまり今搭乗を待っている後輩の宇宙飛行士、そして新たに選抜が始まったこれから選抜される新人宇宙飛行士たちに道を譲りたいと考えるようになりまして、今回の退職の決断になりました。今回会場に来ていただいているメディアの方には私からの挨拶文として印刷物をお配りして、最初のところに書いてありますけれども、こう投げこう遂げ身知る族は天の道なりと、老子のお言葉ですね。最近流行りのキングダムより500年以上前の話ですけども、やはりそういう時代からやはり一つのことを成し遂げたら次の人のためにこう身を引いていくのが正しいやり方であるというところで、今回の決断の一つのきっかけになった言葉です。で、今後はJAXA を離れて、研究機関などを中心にしてですね、一民間人の立場でこの宇宙に関わっていきたい、民間人としてこの宇宙を盛り上げるところに協力していきたいとともに、やはり我々のこう未来を作ってくれるのは今の子どもたちであると、次世代を担う子どもたちに新しい希望の未来、未来圏への熱い気持ちを持ってほしいと、そういう人たちを育成していくお手伝いができればいいなと思っております。改めまして、この26年間まずは家族に感謝して、そしてこの26年間育てていただいた NASA そして JAXA の皆さんに感謝して、で、今日改めて本当に久しぶりにこれだけのメディアの皆さんに集まっていただいてですね、皆様を通じてやはり国民の皆様にお話ししていたんだなと、で、メディアの皆さんにもそういう意味では本当に感謝しています。 JAXA の宇宙飛行士これまでも何人もいますけれども、おそらく私ほどメディアを愛した宇宙飛行士はいなかったであろうと、で、メディアにも愛されていたと一方的に思ってますけれども、皆さんのまさにそのカメラの向こう側に、国民の皆様が見ていただいて、皆さんが書くペンの先に、国民の皆様のこう情報源があるとこう常に意識してきて、そういう意味では本当に皆様からは、時にはね厳しいご指摘もありましたけれども、本当に26年間温かく育てていただいて、おそらくこういう形で記者会見出るのは今日が最後だと思いますので、改めてこの26年間、温かく、育てていただいたメディアの皆さんには改めて感謝したいと思います。これまでどうもありがとうございました。日本経済新聞の児玉です。26年間お疲れ様でした。ですね、伺いたいのは、これから民間人として、宇宙を支えていきたいという話がありました。具体的な活動の予定があれば教えていただきたいのと、あるいは民間人としてぜひこれはやりたいということがあれば教えていただけますか。お願いします。はい、ありがとうございます。
まあ、今日集まっていただいた皆さんほとんどは、ね、その話かと思うんですけど、実際のと、まあ、一応今日今の時点では、ね、まだJAXAの職員ということもありますし、あと1週間ぐらいはまあ JAXA の仕事がありますので、あまりこう6月以降のことってのは今日は話さないつもりで、基本的には先ほどご挨拶でお話しさせていただいた通り、一人の民間人として、宇宙の盛り上げにもちろん関わっていきたいと思いますし、あとは、次の世代に向けてこういかに刺激を与えていくか、研究機関そして教育機関でのお仕事に関わっていきたいなという希望はあります。で、今後ですね、まあ、6月以降、完全に、JAXA から離れた後で徐々に、そのあたりをこう決めていきたいなと思っているところです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それでは先に手を挙がった、はい、こちらの方どうぞお進みください。社名とお名前の方を名乗っていただいてご質問をお願いいたします。日本放送畑中と申しますが、本当に26年間お疲れ様でございました。ありがとうございます、はい、ちょっと今の関連でちょっと伺うんですが、まあ、お答えいただける範囲でということなんですが、ちょうど去年の帰還の時の記者会見で、野口さんが宇宙利用のオペレーターを担う業務と民間人をサポートしていく業務、これからの宇宙飛行士はそのような二極化が進むだろうというふうに話していらっしゃいました、はい、ちょうどゴルフのツアープロとレッスンプロのようなものだとおっしゃってましたが、どうですか、これからレッスンプロになる可能性とかどうなんでしょうかね。これはそうですね、レッスンプロいいですね。ゴルフやったことないですけど、一つはですね、はい、ありがとうございます。まずはこの JAXA 宇宙飛行士として、まあ、JAXA 退職するので、JAXA 宇宙飛行士として飛ぶことはもうないと。でやはり、昨日ですかね、バイデン大統領いらっしゃって、いよいよ日本人が月面というところで一気に月面に向けてこう機運が高まると思いますけども、やはりそういったところはJAXA の宇宙飛行士が、担っていくんだろうなと。国の政策としての宇宙飛行はですね、まあ、今いる若手の後輩飛行士ないし新しく選ばれる宇宙飛行士たちが、そういうところを担っていく中で、一方でやはりこう地球の周りを回るまあ、いわゆる地球低軌道はですね、まあ、ほぼほぼ民間に開放されているというか、民間主体に何といっても行き来の手段がね完全民間化されちゃってるので、そういう意味では民間宇宙飛行士というか民間、宇宙旅行客が、行く場所にまあ、すでになってますけど、どんどん総理になっていくであろうと、ね、そういったところに私もこう、まあ、水先案内人的な、まあ、それをレッスンプロというのかガイドというのかよく分かりませんが、そういうところでの活動が続けばいいなとは思っています。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それ先にどうぞ、はい、お願いいたします。すいません、共同通信の七井と言います。野口さん、お疲れ様でした。野口さん、以前の記者会見では飛行のチャンスはまだあるというふうなことをおっしゃっていたかと思うんですが、宇宙への、まあ、宇宙に直接行きたいという思いについてはもう区切りがついたということでよろしいんでしょうか。そうですね、宇宙に行く機会自体がもうないとは思ってないんですけど、少なくともこう JAXA 宇宙飛行士として宇宙に行くっていうことはないだろうなとも思ってます。で、まあ中井君じゃないですけどね、全ての事象は 1% から 99% で決まるというのがあったので、JAXA 宇宙飛行士として宇宙に行く可能性は限りなくゼロに近い 1% で、また宇宙に民間人の立場で行くっていうのは、まあ、まあ半々ぐらいかなと勝手に思ってますけども、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。女性の方どうぞ。フリーランスの井上です。
26年間お疲れ様でした。若い世代への人材教育についてのお話がありましたけれども、野口宇宙飛行士自身、どんな未来が実現するといいと考えていらっしゃいますか。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。そうですね。若い人たち、若い人たちというのは子どもから、これから社会に出る人たち、あるいはすでに年齢的には上がっているけど、まだまだ夢を見ている人たちも含めて、の子どもたちと思ってますけれども、やはりこう我々がやってきた宇宙開発、宇宙へのいろいろな挑戦というのは、まさに取りも直さず未来、明るい未来に向けての我々が何ができるかと、次の世代に向けて明るい未来展望をいかに書いていくかっていうところに最終的には還元されると思っているので、この26年間は私はその実際に自分が宇宙に行くと、あるいはこの大きな国際宇宙ステーションのような大きな国際プロジェクトに関わっていく中で、人類共通の世界共通の大きな夢を実現するというところで、いろんな姿を見せていきたいなと思ってますけど、今後はですね、もう少しこう、なんていうんですかね、直接もしかしたら子どもたちに関わる、あるいは宇宙をこれから目指していこうという、ベンチャーであったり一般の会社も含めてですけども、もちろん JAXA 職員としてそれを続けるっていう手は あると思うんですけども、今 JAXA 非常にタレントが豊富なんですよ。宇宙飛行士もいっぱいいますしね、JAXA 職員皆さん非常に優秀なので、私が JAXA に残るよりは民間に出て割とフリーな立場でいろんな方々に助言、あるいは一緒にものを作っていくということをやる方が日本全体で見たときにプラスじゃないかなという気持ちは少しあります。なので、JAXA はもう安泰だというところで、私のような、今現時点でスペース X に乗った日本人は日本の中には今一人しかいないので、そういう星出さんはね、アメリカにいらっしゃるので、そういう意味でそういう経験をいろんな団体、企業、学校で聞きたいということであれば、そういうのをどんどん発信していきたいなと思っています。はい、ありがとうございました。それでは前列一番前の、お願いいたします。飛行されているわけなんですけれども、その経験の中で一番その印象に残ったことっていうのを一つ挙げるとしたらどんなことでしょうか。そうですね、ありがとうございます。神田さんね、スペースシャトルの頃からずっと追っかけていただいてますけど、3回の、宇宙飛行、それからいろんな訓練、いろいろと印象深いものはありますけれども、最も印象深いのはやはり、最初に宇宙にスペースシャトルで打ち上がった時にエンジンが止まって自分の周り全てが無重力になった瞬間に窓に広がった地球の姿ですね、まさにそれを見るために宇宙飛行士になったし、やはりそのこう、重力無重力も含めてですけど、無重力の世界に包まれて、目の前にその地球がまさしくぽっかり浮かんでいると、ごうことなく球体の地球が目の前にあるという感覚は、何年経ってもまさにこう忘れられない光景だなと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは2列目の、青いマスクの方、どうぞ。宇宙広報団体テールスターの千葉と申します。ありがとうございます。改めて26年間お疲れ様でした。共にありがとうございました。これまで野口さんはいろいろな逆境を乗り越えてきたと思うんですが、これからいろいろな多様なチャレンジをして未来を作っていく小中高生に向けて何かアドバイスだったりメッセージいただけますでしょうか。はい、ありがとうございます。そうですね、今本当にこう新型コロナウイルスもありますしね、いろんなところでこう時代のこう閉塞感みたいな
ものに苦しんでいらっしゃる、大人もそうですけど子どももきっと多いと思うので、やはりその自分たちが抱えている閉鎖感みたいなものをこう打破する一つのきっかけに宇宙があるといいなとずっと思ってるんですけど、まあ、そういう意味では昨年私が登場したスペース X みたいなのはアメリカだけでなくね、世界中の子どもたちにこういう感じで新しい乗り物、新しい機械っていうのが広がるんだっていう一つのこうアイコンになってると思うので、やはりそういうのをこ うまく使いながら、お子さんたちがこの今目の前にある世界だけでない新しい世界に自分たちは行けるんだと、でそれが宇宙が一つのきっかけになっているっていうふうに感じてもらえるといいかなと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。そちらの、はい、安藤男性、はい、どうぞ。そうです、はい、JST のサイエンスポータルの記者で草加と申します。お世話になります。野口さん、冒頭のメディアの熱いお話ありがとうございました。さて質問ですが、いただいたメッセージの紙拝読しまして、はいはい、深いこと書いていただいているんですが、この中で未来を担う総合地を備えた人材育成に尽力したいというふうに書いていただきました、はい、でこの総合地ですけれども、まあ、人類の、ね、予測可能な未来のためにその、まあ、縦割りではなくて専門領域を超えたその、まあ、総合地が大事だとこう言われていて、で、まあ、そういったところのため その人材育成というと、総合地の人材育成というと、今野口さんのご見解とかお気持ちとしてはどういうことが求められるとか、どういうものが必要だとか、その総合地の人材育成の思いというのを多少ないとも語っていただければと思いますが、いかがでしょうか。はい、わかりました。ありがとうございます。多分3時間ぐらいで話せると思うので手短に総合地、すごく狭い言い方をすると、どうしても、まあ、私自身は理系人間ですので、こう理系、工学理学みたいな感じのこう縦割りでやってきた、専門教育にとらわれずに、まあ、いわゆるこう分離融合みたいな言い方をしますけれども、そのこういろいろな分野のこう興味を総合的に理解して、それをまあウィズダムに消化していくというところの試みだと思ってます。まあ、例えば何て言うんですかね、まあ、私も今大学で一緒にやらせていただいているその、まあ、分離融合の、当事者研究みたいな立場、健常者と、障害者、あるいはアスリート、そういった極端な経験の中で得られる知見というのは何なのかというようなところもそれにつながってくると思いますし、まあ、例えば我々の先輩の毛利さんもね、毛利さんなりの言い方でユニバーソロジーみたいな言い方でこう総合的な、まあ、知の世界を探求していくと。で私自身は直接影響を受けたというか宇宙飛行士を目指すきっかけになっているのが立花隆先生で、まあ、昨年残念ながらお亡くなりになりましたけども、立花先生とのこう対話の中でやはりそのこう宇宙体験という極めて稀有な体験が人間の中に内面世界にどういう影響を与えるのかというのをこう、突き詰めて議論させていただいたっていうのがこの今まあ、ある意味そのアカデミックに総合地を探求するきっかけになってましたね。やはりそういった、先輩たちのね試みっていうのをつないで自分なりに深めていきたいなと思ってます。 ありがとうございます。いずれ3時間伺いますのでよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、さあどうぞ。ライターの林です。野口さん、26年間お疲れ様でした。冒頭で退くっておっしゃられたんですけれども、人生80年100年時代に野口さんはこれからまた新しいチャレンジをされるんだと期待されています。フリーの立場、 JAXA を離れて民間の立場でどんな挑戦をしたいと思っていらっしゃるのか、どんなことを私たちが期待できるのか、その民間人も宇宙に行ける時代ということで、そのチャレンジの内容をぜひもうちょっと教えていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。林さんもね、
初日から選抜の時から見ていただきましたけど、今回辞める一つ の明確なきっかけはやはり3回目のミッションが無事に終わったというところ で、まあ、NASA でちょうど25年間、 NASA で働いて25年間四半世紀経っていたところで、やはりこうなんていうんですかね、まあ、若干燃え尽き症候群的なところもあったと思いますけれども、新しいところで頑張っていきたいという気持ちがあったのは確かです。で、まあ、30歳ぐらいから30から始まって、まあ、今まあ、25年ですけれども、おそらくここからもう一つ新しい場面を作っていけば、まだ死ぬまでにもうワンサイクル回せるんじゃないかという、そういう意味で、そのまま JAXA、NASA、まあ、本当に NASA、まあ、25年間ずっといたので、宇宙飛行士室ですけどね、そこに本当にずっといて心地いい空間にもなっていたのは確かなんですけども、やはりそこで心地いいまま終わるよりは まさしくね、厳しい民間の世界にこう降りていって、降りていくか上がっていくかよく分かりませんが、民間の世界にこう出ていって、もう一度揉まれてみるという体験をするのには非常にいい時期かなと、まあ何をするにも遅すぎることはないという意味では、この、まあ、今の年齢から新たなこうワンサイクルを頑張って回していこうかなというのが、まあ、正直なところですね。期待してます。ありがとうございます。ありがとうございます。では、はい、どうぞ。はい、スポーツ日本の佐藤と申します。野口さん、26年間お疲れ様でした。先ほど、大学での内面の宇宙での生活を経ての内面の変化というお話にも触れていらっしゃいましたが、宇宙に行かれてそういった内面の変化だったり、考え方の変化、どういったものがありましたでしょうか。はい、ありがとうございます。そうですね、宇宙に行って何が変わったかと、で、まあ、それは本当に最初 の、スペースシャトルの時から、自分に対する問いかけであり、また大勢の方からね、宇宙に行って人生観変わりましたかみたいな話がこう当然ある中で、まあ、それをなんとかなんていうかこう単なる主観に終わらずに客観的に解き明かしていきたいっていうのが、やはりこの、宇宙に行くことの当事者研究の発端に なってます。で、そういった中でそれぞれに結局は宇宙体験っていうのはどこまで行っても個人的体験なので、そこで得られるものは個人の中にしかないと言ってしまえばそれまでなんですけども、でもその中で、普遍的に、おそらくこれまで の宇宙飛行士、秋山さんから始まって、毛利さん、向井さんとこう続いてきた、まあ、最近でいうと、まあ、金井さんがね一番新しいですけども、前澤さんまで含めて、やはりその彼らが戻ってきた時にこう発する言葉、行う行動、そういったところの一つ一つにおそらく答えはあるんだと思ってます。で、まあ、私に関して言うと、やはりそのこう生と死の境界点という言い方をね昨年しましたけども、こう本当に研ぎ澄まされた命の最終地点、ここから先は死しかない世界っていうのをこう何度か見ることができたというところが、やはり大きな収穫かなと思ってます。ですからそのあたりをですね、またまだまだこう学んでる途中だと思ってるので、研究の形で深めていきたいなと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それでは、はい、はい、どうぞ。茨城新聞社の斉藤と申します。26年間お疲れ様でした。野口さんはこれまでですね、まあ、業務外でつくば市との交流だったり、はい、あとは昨年は東京オリンピックの聖火リレーをなされたと思います。で、今後もですね、例えば、茨城県内とのこう関わりというのはこのように考えていらっしゃいますでしょうか。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。茨城の皆さん、
つくば市の皆さん、応援していただいて本当にありがとうございます。JAXA のやはりこの我々 JAXA 宇宙飛行士の本拠地はやはりこう茨城県つくば市になりますので、もう本当に県民の皆さんと市民の皆さん、応援ずっとしていただいて本当にありがたいと思ってます。で、まあ、なんといっても学園研究都市ですのでね、いろいろ最先端の研究続いていると思いますけども、やはりその中で宇宙への夢の実現に向けて引き続き茨城県つくば市皆さん応援していただければ幸いです。ありがとうございます。ありがとうございます。で、はい、どうぞ。テレビ東京の大江と申します。野口さんをきっかけに宇宙に興味を持ったものとしてもお礼を申し上げたいと思います。長い間本当にお疲れ様でした。今回の野口さんの決断というのを一人の方の生き方ですとか働き方という観点で注目している方も多いと思うんですね。まだまだ余力はたっぷり終わりだと思うんですけれども、そうした中で次の道に進むという決断をなさった、その一番こう大きなきっかけというのは何だったんでしょうか。また次へのチャレンジをしようとしている方にですね、伝えたいことがあれば教えてください。はい、ありがとうございます。そうですね、先ほど3回目のミッションが終わってっていうのが一つありましたけども、実は1回目のミッションから続いてますけども、もしこの25年間で一番辛いことは何かと聞かれたら、僕はコロンビア事故だと思ってます。で、2003年 のコロンビア号で7名が亡くなって、今日も私ここはコロンビア号のピンつけてますけども、やはり同期 の人間仲間7名が亡くなって、そこから私の宇宙飛行士としての使命はずっと7名の、見た景色と伝えたかったことを伝えていく。でそのためにはこう何が何でも帰還すると、帰ってくるっていうのが私のこう宇宙飛行士の視点の定義だったと。で、まあ、アメリカで特に宇宙飛行士の中でね、よく時々話すことですけど、宇宙にいると、まあ、いろんな形で危険がいっぱいあるので、ミリオンウェイストゥダイワンウェイトゥサバイブっていう、まあ、宇宙にいると死ぬことはいろんな理由で死んでしまう危険な場面はあるけれども、帰ろうと思ったらその自分たちの宇宙船に乗って全員で帰ってくる、その一つしかないと。だからミリオンウェイトゥダイワンウェイトゥサバイブの中でよく3回無事に帰ってこれたなと。で3回目終わって帰ってきた時に、やはり船外活動の最後の4回目は本当に宇宙ステーションの一番端っこまで行って、この先終点というかね、この先死っていうところまで行けたので、もうその一つはやっぱりそういう場面に行かなくてもいいんじゃないかなっていうのが一つありますね、やっぱりね。で、でここから先はそれをこう伝えた上で新しい展開をしていこうと、まあ、それをまあ燃え尽きといえば燃え尽きなのかもしれないですけどね。で、そういう意味で3回終わったところで、新しい展開をするのに、まあ、余力があるかどうか、余力はあると思ってますけども、なのでそのまま余力がなくなるまでこの、大変温かい JAXA という組織で、過ごすのか、新しい展開をしていくのかっていうのは一つ判断で、僕としてはここで一気に違う景色を見に行くっていうのもいいんじゃないかなと。でコロンビアのことは忘れないですけど、ただ彼らの意思を継いでいく人たちはもう若い人たちっていうか後輩飛行士たちにつないでいいんじゃないかなというふうに思ったというのがあります。はい、ありがとうございました。ではすみません、奥の、はい、どうぞ。現在フリーの佐藤と申します。
野口さんが今回 JAXA を辞められるっていうその動機の、まあ、メインではないにしても背景にはこのウクライナ情勢、ロシアがウクライナに侵攻した侵略したというそういう国家の戦いっていうんですかね、そういうものがあったのかなっていうことをちょっと推測してるんですけれどもというのは国単位での宇宙開発が非常にやはり一つのこう国家対立になっている部分があると思うんですが、月面探査でもですね。ところが野口さんは JAXA の中で、まあ、一つの国を超えたですね輪をロシアも含めてアメリカ日本作ってきて、おいしいものを一緒に食べながらですね友情を育んできたそういう方だと思うんですよね。そういう方が、まあ、JAXA の中で引き続き世界のこう連携っていうか平和を目指した宇宙開発でなく民間に飛び出していくっていうところが何かやっぱり一つの新しいチャレンジに向かおうと思ってんじゃないかなと思うんですけれども、フリーになってからの、まあ、そういう世界平和っていうんですか国境を越えた宇宙飛行士としてのを育てる意味の何か抱負みたいなのがあれば教えていただきたいんですけど。はい、はい、ありがとうございます。まあ、佐藤さんもねずっと追っかけていただいて、まあ、そういう意味ではフリーになられた先輩としてまたいろいろとサラリーマン時代にはない展開っていうのがきっとあると思うのでお話を伺いたいと思いますけれども、今言われた国際情勢そのものは実はそれほどは影響してないというか、この今の国際情勢に入る前から、この転身というかですねこう区切りをつけようというのはあったので、ショートアンサーとしてはノーです。直接は影響してないです。ただ一方で宇宙飛行士 の、 仲間たち OB、OG の人たちとの接点という意味では、まあ、私は現役時代からすごくおかげさまで縁があってですね、世界宇宙飛行士会議の皆さんと、ずっと活動を共にしてた時期もありますので、まさに国境を越えてある意味今はもちろん非常に大変な時期であるのは間違いないですけれども、宇宙飛行が始まった時期というのはまさに東西冷戦で、非常に厳しい国家対立陣営対立の中で生まれてきた産業でもありますので、そういったところはこう常に避けれない運命に宿命にあると。でその中でやはり宇宙に行った宇宙で、暮らしたっていう経験を、分かち合ってイデオロギー対立を超えて人類というとちょっと大きいですけど次の世代あるいは、新しい技術を作ろうとしている人たちに向けて発言していこうっていうのが多分宇宙飛行士元宇宙飛行士も含めて共通の願いではあると思います。なので今の状況は大変厳しいのは理解しつつ、この状況がやがて落ち着いてまたいろいろな国の人たちと一緒になってこの宇宙への挑戦あるいは次世代の子どもたちへのこう語りかけっていうのが、早くできるようになればいいなと思っています。ありがとうございました。では皆さんお願いします。日刊工業新聞の飯田と申します。野口さん26年間お疲れ様でした。ありがとうございます。野口さんは26年間宇宙の現場をずっと見られてきてると思うんですけれども、その中でやはり宇宙開発はすごい26年間で変わったと思います、うん、でその中で日本の技術ですごいなと思った点を教えていただきたいのと、今後の日本の宇宙開発どのようになっていくと見ているかっていうのをぜひ教えてください。はい、ありがとうございます。そうですね、宇宙開発私が宇宙飛行士になった時にはまだ国際宇宙ステーションそのものがね希望ができてない時期でしたから、スペースシャトルに乗って宇宙に行くんだと。で計画としてはありましたけどまだこうものとしてはなかった時代から始まって希望が
まさにこう作り上げられる、本当に最初にあの名古屋の工場でね、外側のこう壁を作るところから私は見せていただいているので、まあ、それが宇宙に行き、その後のコウノトリにつながり、でいよいよ月面着陸に向けてというところで、まあ、本当にこう見事に進展してきているなと。で一方 で日本 の国としての力はこう非常に飛躍的に伸びてますけれども、おそらくそれと同じあるいはそれ以上に早く伸びてきているのが民間ベースの宇宙産業 でこれはもうまさにその国家の宇宙予算の伸びよりもそうい こうごく少数 あのスーパーネーションですよね、非常に強い企業がも自由に使えるお金の方が多くなっちゃってるっていう現状が、まあ、資本主義 あれですけど出てきているので、まあ、致し方ないというとちょっと否定的ですけども、そういう時代になってきているのかなというのも同じように感じます。ですから国策としての宇宙は大事ですし、で日本は非常にいいところで独自の技術で頑張ってますけども、それと同じように25年前には考えられなかった、そういったスーパーネーションによる一企業による宇宙進出っていうのが割と普通になってきているっていうのが大きな変化かなと感じます。ありがとうございます。ありがとうございます。佐々木先生と奥でずっと手を挙げている怖いお兄さんがいるので、そろそろやっぱり指してご指導を受けないといけない、ご指名ということですいません、自分遅くなりました。どうぞ。あ、すみません、はい、NHK の水野ですけれども、どうもお疲れ様でした。何から謝ればいいですか。そんなことないそれと何回もですね、うちのニュースとか番組に出演していただいて、はい、それも感謝申し上げます。で、私が今回本当一番聞きたいのはですね、マイケル・ロペス・アレグリアさんみたいに、はいはい、宇宙旅行をアテンドする民間飛行士としての何ていうか契約とかですね、そういうのが進んでいるのかとか、お誘いがあるのかとかいうことをお聞きしたいんですが、まあ、似たような質問出てましたので、ちょっと今回の質問は最初冒頭のご挨拶の中で、まずは家族に感謝という言葉がありましたけど、やはりその宇宙飛行士はその訓練期間中は長期出張が多いとか、それからミッション中は当然命の危険もあるわけでして、ご家族 の負担というのはかなり大きいかなと思うんですけども、これまで そのご家族のサポートで一番これがありがたかったというのは何かというのと、あと今回実際その退職なさるというお話を奥様なり娘さんにされて、どんな反応だったのかというのをちょっとお聞かせ願えればと思います。はい、わかりました。まあ、今マイク・ロペス・アレグリアさん、先月かな、アメリカの民間飛行で船長として飛んだで、彼 の活動は私は当然刺激を受けてますし、アメリカでも何回か直接お話しすることがありました。で、実は彼の次も発表になっていると思いますけど、ペギー・ウィッツソンがねまた行くんじゃないかっていうのは報道で出てますけど、彼女もまあ私の同期ですし、そういう意味では一緒にまあロシアでも NASA でもずっと訓練してた仲ですので、こう国 の機関の宇宙飛行士を辞めた後、その知見を生かしてこれから宇宙を目指すあるいは宇宙に行きたい人々のお手伝いをするっていうのは、極めて魅力的な仕事だと一つは思ってます。ですので、彼らの活動というのは非常に刺激を受けてます。で、ご質問いただいた、まあ、家族に関しては、まあ、本当にやはり26年間直接支えて、いろんなところで支えてくれたのは家族ですので、すごくこう感謝してますし、やはり一番おそらく大変だったのはコロンビア号から打ち上がるまでの2年半だったと思います。で、その中でこう直接要は夫ないし父親が死ぬかもしれないというのを、なんというか周りから意識させらざるを得ないような状況の中で、まあ
僕がですね宇宙に行くっていうのが夢だからその実現に向けて頑張るといったところをまあ無言で支えてくれたっていうのがやっぱり結果的に3回宇宙に行けた一番の原動力になってたと思いますし、でまあ今回辞めるにあたってはまあ大体3回目終わったあたりでまあそろそろ辞めると思ってんだけどっていうような相談をこう妻とか子どもたちにした時にまあ驚きもありましたけどまあそろそろじゃないっていう感じはあったので、まあそういう意味ではこれから新しいこう挑戦をするにあたってですね引き続き応援してほしいなと思っていると思います。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。では テレビ神奈川の東橋と申します。野口さん26年間ありがとうございました。先ほど茨城のメディアさんにはお答えいただきましたが、はい、我々地元神奈川にもですね、はい、茅ヶ崎神奈川の皆さんに向けてですね、はい、ぜひメッセージをいただければと。わかりました。もう先ほどのコメントも全く無視してですね、はい、私は神奈川県出身で生まれまして、はい、横浜生まれで今茅ヶ崎に住んでますけど、まあ、そういう意味で神奈川県の皆さんにも本当にこう温かい熱い応援をいただいて、特に茅ヶ崎は熱い応援なんですよね。熱苦しい応援とも言えますけれども、本当に熱心に1回目の宇宙飛行の時から応援していただいて、励ます会の皆さんもですね、そういう意味ではこれで一旦JAXA 宇宙飛行士としては離れますけれども、いろんな形でまた一緒にやっていきたいと思いますし、もちろん神奈川県の皆さんにも引き続き応援いただければ大変ありがたいと思ってます。よろしくお願いいたします。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。次は兵庫県とかかな、兵庫県とか北海道かな読売新聞の渡辺です。26年間お疲れ様でした。ありがとうございます。決断するにあたって、例えば月に行きたかったとか心残りはあったのかっていうのと、まあ、今新しい選抜が行われていると思いますが、新しい、まあ、飛行士を目指す方々へのメッセージを一言お願いします。はい、はい、ありがとうございます。ですね、月は僕まだ行けないとは思ってなくて、先ほどの中居正広君の話じゃないですけど、月に行く可能性は 1% から 99% だと思ってますので、その一番乗り、この国の政策として月面着陸するのは今いる後輩飛行士か新しく選抜される人だと思ってますけども、それは別として宇宙に行くチャンス自体はきっとあるんじゃないかとまだ思ってますので、ツアーガイドとしていくか、あるいは船長さんとしていくのか、それは全く、分かりませんが、引き続き様子を見たいと思ってます。で、やり残したっていうのではあんまり実はなくて、まあ、だからこそこの3回目で、やり尽くした感っていうんですかね。ですから特にアスリートの方と一緒に共同研究で当事者研究みたいなのをやってると、燃え尽きってそれほど悪い言葉で実はないんじゃないかなと思うこともあって、まあ、なんとなく我々その燃え尽きたって認めたがらないんですけど、やるべきことをやって、自分の中に何も これ以上やりたいっていうのがなくなるまで燃やしてたっていうのはある意味極めて幸せなことだと思っているので、そういう意味では今少なくとも今の、宇宙開発シーンにおいて、これできなかったなとかやり、挑戦しなかったなっていうのはないですね、はい、で月は 1% ぐらいは可能性あると思ってはい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ手前です。すみません、朝日新聞の玉木と申します。26年間お疲れ様でした。昨年5月に地球に帰還された時に今後4回目5回目のチャンスあると思っているなので訓練など準備もしていきたいというふうなお話もあったと思います。実際この今日の会見に至るまでの約1年間で
実際訓練もされてたのかどうか、あと転身の、まあチャレンジにをしようってするまでの決断に至るまで何か葛藤はあったのでしょうか。なるほど、はい、お願いします。はい、ありがとうございます。訓練はしてました。3月に戻るまで NASA の方でいろいろ訓練もしてますし、あと、日本国内でも、例えば飛行機操縦訓練とかですね、しっかり、やってますので、そういう意味では宇宙から戻ってきた後も基本的に帰還から1年間は医学検査とか技術デブリーフィングというそのフィードバックの時間にとってあるんですけども、その中でも例えば次に飛ぶ仲間の飛行士への支援作業であったり、私自身のこう訓練であったりっていうのは継続してましたので、そういう意味ではまあそろそろ次のステップだと思いつつも訓練としては継続してました。で葛藤という意味ではまさに何ですかね、まあ、なんだかんだ言って極めてやりがいがある仕事ですし、JAXA も大変ありがたいことに温かい組織ですので、本当にこれで離れていいのかなっていうのは葛藤はありましたね。ただ辞めるっていう報道した途端に JAXA の OB の方々からいっぱい連絡をもらって、よかったねよかったねやっと決めてって言われて、そんなに悪くないですよっていうむしろ言ってJAXA の OB ってみんな、まあ、JAXA ラブなんですけどね、JAXA 辞めてよかったよかったって言ってるので、ちょっとどうなるかは、はい、楽しみにして。ありがとうございます。では NHK の山口と思います。長い間お疲れ様でした。ちょっとですね、これから6月以降のことで恐縮ですけれども、まあ、今はJAXAの職員でいらっしゃいますが、今後フリーランスとおっしゃいましたが、何かこう肩書きというものがあるのか、まあ、フリーランスなのでどこか特定の組織を所属するわけではないのかもしれませんが、現時点で分かっている範囲で確認させていただければと思います。はい、ありがとうございます。今のところは6月1日でJAXA を退職して、まあ、フリーっていう肩書きもいいなと実は思ってるんですけど、ご承知の方もいらっしゃると思いますが、非常勤で大学の方のポジションもありますので、まあ、そういうところを使いつつですね、はい、ただフリーでいられる特定の組織にこういわゆるこうがっちり守られるのではない立場で活動するっていうのもまあ悪くないと思いますので、まあ、私もサラリーマン生活して、前職も含めて30年以上勤め人でしたので、ちょっとここら辺でいわゆるフリーな立場っていうのもいいかなと思っていると。ありがとうございました。ご質問いかがでしょうか。もうだいぶ時間が経ってはおるんですけれども、皆様からのご質問を受けたいと思いますので、では最初に奥の方上がりましたのでお願いします。ネコビデオビジュアルソリューションズの金子と申します。どうもお疲れ様でした。退職にあたって、まあ、NASA とか JAXA の先輩の宇宙飛行士の方とかに何かにお話をされたか、はい、なんかその辺で何か、リアクションがあったかというところを教えていただければと思います。はい、ありがとうございます。そうですね、NASA の方は先ほどちょっと、ま、マイケル・ロペス・アレグリアの話も出ましたけども、あと一緒に行った宇宙に行った人たちには、まあ、3月末の時点で、まあ、大体報告していて、すごくこう前向きに、捉えていただいて、こうどこに、まあ、なんていうんですかね、やっぱり宇宙に行った仲間いいなと思うんですけど、どこに行っても仲間だからみたいなね、そういう恥ずいことをさらっと言うのが宇宙飛行士のいいとこでもあり悪いとこでもあるんですけど、はい、まあ、本当にいつでも応援するからと言っていただいて、で当然ながら仲間の飛行士にも全員直接報告しましたし、で毛利さんは、まあ、私が宇宙飛行士になった時に最初に電話をもらったのが毛利さんで、まあ、そういう意味では実はほぼほぼ最初に報告したのは毛利さんなんですけど、毛利さんも、まあまあ、よかったねっていう話と、これからいろんなことできるよっていうのを最初に言ってます。毛利さんは言ってます。で向井千秋さんもですね、前から、まあ、相談はしてたんですけども、
あ、そう決めたの、よかったねって言って、で、じゃあまた月に一緒に行くとかあるかもねみたいな、そういうこの2段ぐらい軽いリアクションでですね、もうちょっとあの人生君みたいの話してくれればよかったのにと思いながら、はい、じゃあ月行きますかみたいな感じであのお話し、まあ、あの中古市の、ね、皆さんは本当にこれからもつながっていく仲間だと思っているので、はい、ありがとうございます。どうもありがとうございました。お疲れ様でした、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ではどうぞ。フリーランスの秋山と申します。よろしくお願いいたします。あの、この質問はできればですね、野口さんに加えて佐々木さんの方にも一言伺えればと思うんですが、26年間 の非常に長い経験をお持ち の野口さんが、これから民間の世界でも活躍されるということについて、弱さんの側の受け止めといいますか、あるいはこれからの期待という部分がありましたら、そういうところも含めてすみません、お二方それぞれいただけないでしょうか。はい、JAXA、最近特にいろんなところに求められているのが、JAXA の人材を抱えるだけではなくて、やはり日本の宇宙開発、世界の宇宙開発に貢献するためにはやっぱ人材供給っても非常に重要だというふうによく言われてますし、我々もそう考えています。そういう観点では野口さん、JAXA に関わるだけではなくて、さまざまなところに出て行っていただいて、日本の宇宙開発、世界にもどんどん貢献してもらうというのは非常にいいことだなというふうに思ってますし、そういうふうに活躍していただければというふうに思って、我々としては野口さんの決断に対しては応援していこうというふうに今考えている次第です。そうですね、はい、ありがとうございます。はっきりしているのは、JAXA が嫌いになって辞めるわけではないので、JAXA は JAXA でいい経験させてもらえたと思ってますし、素晴らしい仲間に囲まれて最後までこう支えていただいていると、そういう意味では感謝しています。で、ただやはり英語で言う Sometimes enough is enough っていうような言い方がありますけど、状況によっては、これで十分だと思ったら、やはりそれは自分にとってもう引き時というかね、もう enough なんだと、 enough is enough という場面が訪れると、で私にとってはそれが今なんじゃないかなと、JAXA から離れて、違うところでまた頑張っていくっていうタイミングがこうたまたま今だというふうに思っています。ありがとうございました。ありがとうございました。そろそろお時間が迫っているようですが、他ご質問いかがでしょうか。もう一つか二つか、じゃあ1で2で、はい、最初どうぞお願いします。野口さん、お久しぶりです。航空ジャーナリスト協会の鈴木と申します。26年間本当お疲れ様でした。ありがとうございます。今私非常勤で内閣官房の国際博覧会推進本部というところで、今度は2025年に開催されます、エクスポの、お手伝いのお仕事もさせていただいているんですけども、先日博覧会協会の方にも、はいはい、こちらの方にご挨拶に来ていただきます。その際はありがとうございました。今インタビューの皆さんからのご質問やお話の中で命と向き合うというお話がいくつか出てたかと思うんですけども、今回のエクスポのメインテーマが命輝く未来社会のデザインということで、オールジャパンで、今までのエクスポはどちらかというと政府主体みたいな形だったんですけども、うんうん、オールジャパンで民間も、政府も隔てなく、ね、日本みんなで盛り上げていこうということで頑張っているんですね、うんうん、でいろいろな場面で先ほど NHK の水野さんの方からも家族の方が支えになってこの宇宙飛行士の26年間を無事に、終えることができたということをお話しされましたけれども、やはり
いろいろな場面で今この世界中の中で日本も含めコロナ禍やいろいろな、戦いの中で、自分を見失っている方や困難の中で、未来への希望や夢を、見失いそうになっている方たくさんいらっしゃると思うんですね。でこれ今まで の野口さんの、宇宙飛行士としての活動においてこれからの抱負も含めて世界や日本の中の皆さんに最後に一言、はい、ぜひメッセージをいただきたいなと、はい、それから、宇宙がこれから世界へ、羽ばたいていこうというふうな多くの方々にどのような希望や夢をもたらしてくれるかという期待も込めてメッセージをいただけたら嬉しいです。はい、わかりました。はい、ありがとうございます。そうですね、先日大阪万博 の、 事務局の方には実は3回目 の、 宇宙飛行の時に、万博事務局から大会機をお預かりして、まあ、宇宙を飛んで戻すということで公式宇宙飛行記念品としてですね、旗をお預かりしてたのでそれで参上いたしました。私自身は1970年の大阪万博を体験している世代ですのでアポロの、ね、月の石とかっていうのが出てた時代なんですけどもやはりその万博が持つその国威高揚国民を一つにして新しい時代へのこう夢を満たし見せてくれると、昨年もドバイで開かれた万博も私行かせていただいたのでやはりそういう意味でその万博が持つこう魔力というかですね時代を動かす原動力というのをこうすごく感じて帰ってきましたのでぜひ2025年の大阪万博の成功に向けて私もぜひ協力したいと思ってますしあとはやはりその命の大切さ時代の厳しさの中でもやはり命を大事にしていこうとそういうメッセージが万博を通じてですねもちろん宇宙開発も同じですけれどもそういうメッセージが若い人たちあるいは今生きる皆さんに伝わっていくように、はい、一緒に頑張りたいと思っています。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。では次をで最後の質問にさせていただきたいと思いますがまだ質問されてなかったんですかね。じゃあ、はい、どうぞお願いします。産経新聞の宇根と申します。野口さん26年間お疲れ様でした。ちょっと抽象的な質問になってしまうんですけれども26年間の飛行士生活で得られたもので一番大きかったなと野口さんが感じられていることとそれを伝えて子どもたちに伝えていく上で何を一番今後の活動で伝えていきたいと思われているのかこの2点を教えていただけますでしょうか。はい、ありがとうございます。そうですね、宇宙に行くこと自体は非常に今一般的になりつつありますしね観光旅行もありますし数も増えてきてますのでともすればその宇宙に行くこと自体がいかに危険まだ危険なことであるかと人間の体にとってまだまだ許容できない部分というのが多いというシンプルな事実だけれども宇宙で得られる知見と体験っていうのが極めて我々にとっては大きな意味があるっていうところをですね自分の体験から出る言葉として若い人たちには感じてほしいなと思います。それが教室での授業になるのか文字としての伝達になるのかあるいは違う表現になっていくのかは分かりませんけれども、その宇宙に行って何かを感じて帰ってくるという極めてシンプルな事実体験を、直接手渡しで伝えられる限りは伝えていきたいなというふうに思っています。はい、ありがとうございました。それではちょっと時間も迫ってまいりましたので、これにて、質問の方は終了させていただきたいと思います。皆様たくさんのご質問ありがとうございます。また野口さんも丁寧に一つ一つお答えいただきありがとうございました。じゃあそれでは最後の最後に野口さん何か一言あれば YouTube JAXA チャンネルをご覧の皆様もおりますが、はい、
今日はなんか大勢の人から26年間お疲れって言われて大変嬉しい気持ちで会場を最後去ることができました。本当に26年間お世話になりましてありがとうございました。カメラ越しに見ていただいた方々、いろんな形でいただいた応援、温かいお言葉とかメッセージずっとこう伝わってきてますので、26年間頑張れたという気持ちがすごくあります。これからもですね、宇宙を目指す子どもたちに明るい未来圏へのこう夢を持ってもらえるように活動を続けていきたいと思ってますし、仲間の宇宙飛行士たちの挑戦を助けて、で、こう文系理系あるいは健常者障害者そういった垣根を越えてみんなで新しいこう総合地に向けて進んでいけるようにいろんなところで活躍していきたいと思ってます。26年間本当にありがとうございました。これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。それでは登壇者の方これにて退席させていただきたいと思います。皆様ご参加ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ失礼します。どうも。本日の会見は以上になります。皆様長い時間ありがとうございました。失礼いたします。ありがとうございました。